私は成長してきました。こんにちは、はじめまして、秋山隆文と申します。私は両親への恩返しのためにミスタージャパンへ挑戦させていただきます。本当にやってみたいことならやってみなさい、両親はそう言って常に惜しみなくチャレンジする機会を私に与えてくれました。私の何気ない好奇心からのやってみたいという発言を幼き頃から常に尊重し続けてくれた両親へチェンジした結果として、何かで一番になった姿をプレゼントしたい、その一心で気づいたら挑戦させていただきました。両親から学んだチャレンジする勇気の大切さを、一サラリーマンである私がミスタージャパンに挑戦する姿でいろんな人に伝えられたらなと、で一番私の長所は人より小さな体です。頃は背が小さいこと、小柄なことが一番のコンプレックスでした。10年間携わってきたアメリカンフットボール、この競技も体が大きなことが優位になるスポーツで、人より体の小さい私にとっては一番のコンプレックスだった。そんな小ささがなぜ今は長所になったかというと、大学時代の恩師にかけてもらった言葉がきっかけです。相手の懐に入ってプレーする、それがお前の強みだな、その恩師の一言で私はハッとさせられました。体が小さいことは弱みではなく強みなんだな、自分のこの持って生まれた体の特徴はいくらでも武器になるんだ、そう思った時にこの小さな私の体がすごく大好きになりました。このミスタージャパンでも背の低さ、小柄さが武器になるように戦っていきたいと思います。